はい、こんにちは、カブくんです。今日はですね、氷の練習来ております。はい、4月のですね、終盤に僕なりの、自己満大会があるので、それに向けてちょっと頑張っていきたいと思ってます。ちょっと動画全部撮れるかどうかわかんないんですけど、ところどころ動画上げれるものがあったらちょっと上げていきたいと思っております。はい、自分のなんだろう動画見ても悲惨すぎてね、なんかやってる時はね、あ、できてるかなと思ってもね、例えばルッツトーループのトーループなんか見ても、2つ目が本当トーループじゃなくて、あれはトーアクセルですからね、うん、いや、なんか自分では頭の中でできていると思っても、動画見たら全然できてなくて、悲惨ですね、うん、反省しかないというか、できないことの方が多すぎてですね、本当。嫌になったんですけど、でもまあしょうがないですね。うん、
楽しみながらね、楽しむ気持ちをちょっと持ってやっていきたいと思います。まあ、その選手じゃないんですけど、でもまあ選手の気持ちを持って、やりたいですね。まあ、選手と守備の真ん中あたりという位置づけだという部分なんで、まあ、練習記録の動画撮ってるんですけどね、まあ、そんな感じで、まあ、ぼちぼちやっていくる。4月のその15日に地元のね、今のあのリンクで試合というか、まあ、発表会がありまして、まあ、そこに向けてねやっているんです。で、今日もね振り付けの練習を中心にね、まあ、やってて、あの最後ねダブルアクセルとかトリプルサルコやってました。あんなものはもう本番やんないですね。まあ、できないし、ちょっと勇気はないので多分入れないと思います。はい。まあ、今後ね、来シーズンは多分入れていきたいなと思うんですけどね、やっぱダブルアクセルはね少なくとも入れていきたいなと思っていて、まあ、最近そのダブルアクセルも回転は足りなくても、そのなんて言うんでしょうかね、まあ、コツがちょっとずつ見出してきたというか、あの怖くはなくなってきたんですよ。だんだんね、挑戦するっていうことに対して怖さはなくなってきてるので、それはやっぱりいいと思います。まあ、転倒とか失敗とか回転が足りなかったりとかって、まあ、軸が全然綺麗じゃないってあるんですけど、まあ、その怖さがその減ってきたっていうところは、まあ、すごくいいというか嬉しいところなので、なので来シーズンはちょっと挑戦したいですね。あとトリプルサルコーもなかなか、まあ、規制効率はかなり低いんですけど、まあ、できればマスターしてですね、試合に入れたらいいなと思うんですけども、ね、そうするとまあアクセルとサルコが決まれば、まあ、多分ショートプログラムを作ることができると思うので、そこまでこぎりつけたらなと思いました。トリプルトレアも全然できないです。人生で1回も決めたことないですね。アクセルとサルコは一応形上はまあ決まったことはあるんですけど、トーループはあの人生で一度もトリプル決まったことがないですね。サルコ、トリプルサルコとダブルアクセルだけですね。なので、あの一つもう一つ種類のトリプルトーループが決まっていけばいいのかな、あのね、ちょっと決めていきたいなっていうのはあるので、まあ、そこはちょっと、まあ、ぼちぼちねやっていこうと思うんですけどもね、ただね、陸上フィギュアの練習がかなりその生きてる部分っていうのはやっぱりあって、例えばスピンとか、あとその振り付けの部分で、あの振り付けをやっぱりなかなかあの表彰練習が取れませんので、そのなんていうのかな、陸上でたくさんね、やってきたっていうのがあるので、そこのその体の使い方とかっていうのがすごくこう慣れてる部分があるので、陸上フィギュアっていうのはすごくそのフィギュアスケートの練習にもなるので、お時間のない大人スケーターの方とか、まあ、子供スケーターも多分すごくいい練習になると思うので、ぜひね、参考っていうか、あの陸上なかなか表彰練習できないから、なんか マスターズとか大会諦めてるよっていう人が、そんなこと言わずにですね、お家でフィギュアスケートの練習とか本当にあの、特にスピンとかね、まあ、スピナーとかっていうのを使って練習とかできるんですよ。今日あでもスピナーこそはこの前の動画見せましたね。スピナーとか、まあね、ちょっとずつこう鳴らしていくと、なので結構そのなんて言うんだろう、あのまあなんて言うんでしょうかね。まあ結構そのなかなか表情練習できなくて練習がおろそかになっちゃうからね、諦めてるっていう人も、週1回の表情練習でも、あとこう陸上トレーニングとか1日30分とかね、少しずつこう、まあ1日10分とかでもいいんで、最初はそんな感じで始めてみて、徐々にこうね、練習を毎日ちょっとやってみるだけで、かなりあの違う感じはあるので、ぜひ、やってみてはいかがでしょうかね。なかなかそのフィギュアスケートは、まあ、狭い世界、ではあるんですけど、まあ、結構ねやってみたいっていう人もいると思うので、ぜひ、やってみたいという人は、まあ、そんな感じかなと思ってます。はい。いやでもね、本当ね、できないことが多すぎてね、だけどあの面白いですね、やっぱねスケートは見るのも好きだし、やるのも好きなんで、まあ趣味とスポーツの真ん中あたりなんで、まあ、よりこうアスリートにねちょっとずつでも近づけるように、ちょっと、やれることを増やしていれたらと思ってます。はい。なので、まあ、もう3週間弱しかないんですけど、ちょっと発表会に向けて、自分なりに、頑張って、そんなあれですよ、あのやめてくださいね、すごいそのレベルが高い試合とかじゃないですからね、全然発表会なので、そこはもう自己満だと思って、見て、温かく見守っていただけると嬉しく思います。もうある意味、YouTube として、まあ、紹介という感じなのかな。はい。まあ、でもできれば、ちょっとこう成長していきたいっていう野望みたいなのも、ちっちゃい野望とかもあるので、まあ、あのそんな感じでぼちぼちでやっていきたいと思っています。はい。というわけで皆さん最後までご視聴いただきましてありがとうございます。バイバーイ。